まずは簡単な挨拶からしてみましょうか。大吾さんの方からギャビさんに話しかけてみてください。ある程度僕でもできますよ、ね、はい、はい、挨拶、はい、How are you? I'm good, and you? And you? And you? How are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  you? 大吾さん、今の How are you はすごく良かったんですけれども、実は How are you よりももっとこうフレンドリーに話す言葉があるんです、うん。学校で習った How are you ですが、実は少しかしこまった挨拶に聞こえるんです。よりフレンドリーな挨拶として、調子はどうという意味の How is it going がおすすめです。ということで、大吾も改めて挨拶。 How is it going? Perfect, it's going great. Yes, and you? I love you. Can you speak Japanese? A little bit.アローベット。アローベット。アローベット、新しい言葉です。そういうふうにちょっと単語がわからないなと思った時には、うん、聞き返すとまた会話がつながります。聞き返す。すみませんと聞き返す時に使えるのが Pardon me。聞き慣れない時は恥ずかしがらずにお願いするのが英会話上達の秘訣。Who is your favorite musician? Oh, pardon me.Who is your favorite musician? Musician? Favorite. Mr. Children. Mr. Children. Mr. Children っていう言葉もある。Japanese band name. Okay. Band name Mr. Children. Okay. さて、今ノブさん好きなあのミュージシャンを聞かれて答えていたんですけれども、はい、こういう時にはぜひウェンズデイさんもどんな人が好きか聞きたいです。なるほど。今僕の言ってただけか、はい、そうなんです。そんな時は And you? そしてあなたは、はい、あなたはどうっていう意味に。なるほど、はい。Who is your favorite musician? Mr. Children. Okay. And you? My favorite Japanese musician. Duran Gray.Dorian Gray. Mm-hmm. Oh, visual K band. Oh, yeah. 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 Oh, yeah.